敬遠時代は陸軍山形閥に属する桂太郎と伊藤博文の後継者として立憲政友会第二大総裁についた西園寺金持が政権を交互に担当した1901年から1913年の10年余りを言う。敬遠とは両者の名前から桂と縁の字を取ったものである。日露戦争から明治天皇崩御にかけての 約10年、内閣総理大臣に、カツラ・サイオン寺カツラ・サイオンカツラが就任して、それぞれ内閣を組織し、カツラを要する反発政治とサイオンを党首とする、立憲政友会内閣が交代で政権を担当した。この時期が、敬遠時代である。そのため、一種の二大勢力間の内閣臨番制の時代とも捉えられる。この間、松方正義や山本権衛。 平田東介などを首相に要する動きはあったものの、両者以上の政権基盤を持たず、あるいはそれぞれの勢力内で、桂やサイオンにとって変わる基盤を持たずに、いずれも断念に追い込まれている。第二本帝国憲法下にあっては、特に政治的に安定した時期とされ、期間中に行われた第十回衆議院議員、総選挙、第十一回衆議院議員総選挙は、いずれも、 人気満了に伴うものであった。二回連続で人気満了、総選挙が行われたのは日本憲政史上において敬遠時代だけである。西恩寺は政友会総裁として政党内閣を組織するが、後に首相となる原高など一人か二人の政党員を主要閣僚にして実力をつけさせる一方、政党や反発など出自にとらわれない人材主義を採用して、 官僚、軍部、反伐からの警戒心を解いた。また、その人柄もあって西イ寺は、衆議院、桂は、貴族院の多数派を率いて、互いに協力し合った。西イ寺は、聖火家の価格を有する名門区下の西イ寺家の出身で、若年より、秀才の誉れ高く、母親戦争での功績もあって、岩倉ともみ、西郷隆盛、 大久保利道と並ぶ参与となったが、維新後は自ら関東を離れてパリに留学し、当地で民権思想の強い影響を受けた。西恩寺が最も期待した政治家は自由民権運動にも参加した武津宗,宗光であり、1897年に道の区の不法に接した時の落胆ぶりははためにもいたわしいほどであったという。対して、桂は、 長州藩出身で当時軍部の大御所的存在であった山形有友に近く山形系官僚閥の一員であったがニコポン首相と呼ばれ人心掌悪に長けていた首相就任以来明治天皇の信頼に加え山形系官僚閥の巨匠とも言える陸軍を山形とほぼ対等なほど掌悪していた日露戦争中に繰り返された桂太郎 原高会談を通して、戦後の西恩寺政友会総裁への政権上とは規定路線となっていた。1904年12月8日、桂内閣と政友会の間に日露戦争後に政権を譲るので、それまでの間政友会が桂内閣に協力するという密約が結ばれたので、ある。それまで後継首相は、言論会議、または、言論、 元君などの有力者が天皇に推薦するという形式が慣習的に存在しており、言動会議を通さない後継首相選定は当時異例のものであった。桂を自らの腹心と思っていた山形はこの密約を裏切りと捉え強く怒ったというが流れは変わらなかった。1905年8月22日の桂原会談で桂は 西郷は決して今の元老党の代表者たるがごとき、ものを内閣に入れざることと、西恩寺の組閣に対し助言を与えた。桂は、辞任前に、元老たちに、西恩寺を後継首相とする了解を形式的に得て、天皇の意向も抑え、元老会議を開かずに後継を西恩寺を推薦する、胸を上奏した。こうして、1906年1月7日、第一次、 西恩寺内閣が衆議院の第一党声優会を与党として発足した。外相加藤孔明、内相原隆史、蔵相坂谷義尾、陸相寺内正岳、外相斎藤みのる、法相松田正久、文相牧野信明、農省無省、松岡康子は、低省、山形伊三郎という顔ぶれで、声優会員は、西恩寺、原、 松田の三人に過ぎなかった。坂谷が伊藤博文、牧野が松方正義、松岡が桂太郎への配慮であり、低信大臣は山形有友の養子氏であった。総辞職を表明してから後継内閣が成立するまでの間に、桂内閣は鉄道国有化法案を閣議決定したが、西恩寺内閣はこれに修正を加えて議会に提出し、 可決後の1906年3月に鉄道国有法を交付した。桂は元来、政党政治に不信感を抱いており、政友会による政権運営にも強い不満を持っていた。そのためしばしば批判を行ったが、1910年に発生した大逆事件により政治的ダメージを受けた第二次、桂内閣は、政友会との妥協体制なしには、 国内諸政策を遂行できなかった。桂は大逆事件関係者といった猛悪子祖と比べると、声優界は相対的に温和なる分子であるため、彼らを利用し、国政の新運に任ぜしむるも、また時世に適したる方便と思い直して、1911年1月26日に、西恩寺や原、松田正久と会談して妥協が成立した。 1911年1月29日、当時の桂首相が、声優会議員と会合した際に、上位統合し、共同一致して、モテ県政の美化を治むむると述べた。この時、桂が述べた、上位統合という語は、官僚、軍部勢力と声優会が暗黙のうちに、意思疎通を図って、政権運営に協力していくという敬遠時代の、 政治体制を意味する言葉として、当時広く用いられた。両者の関係は、日露戦争中の1904年12月頃から、提携が模索され、戦争終結後の1906年1月に、勝ツは西イ寺を後継首相として退陣したことから、本格化し、1912年12月に二子師団、増設問題で、西イ寺ン友声優会と勝ツ軍部が対立して、 第2次、西恩寺内閣が崩壊するまで続いた。敬遠時代は、日英同盟の締結から、日露戦争の勝利、韓国併合など日本の国際的地位が著しく、向上し、むつむねみや小村寿太郎らの努力によって、条約改正を達成し、また、重工業の発展の目覚ましい時期に当たっていた。一方で、労働問題や公害問題など、 従来見られなかった問題も現出した。日本の国際的地位向上に尽くしたカツラに対し、道の国の意思を継いで腹を育てた西恩寺は来たるべき、対正デモクラシーに道に開いたと言える。日本主学者の千葉子は、敬遠時代を内政面、外政面とも、戦前期日本における相対的安定期であったとし、その体制の特質としてカツラ率いる陸軍、官僚、 貴族院と西恩寺率いる声優会との相互補完関係を挙げている。しかし、敬遠体制は固定的かつ生態的なものではなく、鋭い対立関係を内包するものであったとしている。また、声優会による永久政権を目指す原高氏にとってみれば、西恩寺内閣では不十分であったし、カツにとっても声優会との上位統合は常に、 政友会への情報を行わなければならない点で飽き足らなかった。まして、公爵へ上り詰め、また日露戦争の勝利により、明治天皇の信任を厚くしていた桂は自信を深めており、第二次、西園寺内閣成立以後は、敬遠体制を破棄する方向へ進んでいったとしている。ありがとうございます。